って感じで、まあ、キャラランクはいいとして、じゃあ、有利不利話そうや。ちょっと俺、これ、マジで聞きたかった。ああ、いいっすか。てかチュンリーさ、マジでいけると思って。はい、めっちゃ。僕も、めっちゃいけると思った。そう。やればやるほど、いけんくねってやってきて。<laughs> いや、いや僕も、ちょっとだから最近なんか、うん、ネガティブなことを言うことが増えちゃって。うん、そうやね。で、それがまたなんかちょっと嫌というか。いや、そう。じゃあ、俺、キャラ変えとけよって思っちゃうねんな。 はじめまじ強いと思ったのに、うん、だんだんキャラランク下がっていってるなっていうのは結構実感したわ。あれ今ちゃんとやってみたら、これきつくねっていうキャラがすげえ多い。そうそう,そう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 。なんか同じ感覚でよかったわ。有利なキャラまず喋ろうや。DJ! <laughs> まあ、有利。美有利やんな、これ。有利ですかね。ねはい。確かに。で、マリーザも有利なんかな俺、マリーザ俺、勝率めっちゃ低いんやけど。勝た<え>へん。いや、絶対不利っすよ、マリーザは。いや、やんなやんなマリーザ絶対きつい、今回。結構今回きついよな マジで俺勝たれへんねん。多分一番勝率悪りのマリーザぐらい勝たれへんねん。あ、そうでしょいやいやいや、もう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 。絶対きつい。うわぁ、よかった。自虐じゃなかった。だから最初5強あると思ったんですよ。<laughs> いや、マリーザは本当に今回めっちゃ強いと思ったら、<laughs> そうどうやらチュンリー目線だったっぽくて。そうやんな。かまず<も>あの、差し返しのリカン下がってる、かつ技の判定も弱くなってるとか、もろもろあってきつい。 そう。あ<対>こ、こっちの得意な距離で、向こうの方がリターンが高いねやんか。そう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 。で、別に近づいて、なんかやったらいいって言ってるけど、柔道もないし、単価負けしてるなって思って、これほんまに有利なんかなっていつも思ってやっててんけど、めっちゃすっきりした。<laughs> 嬉しい。いもうめっちゃいいですよ、ね、俺 <laughs>。いケる要素ないんやから。<laughs> でもうほんとにきついと思う。<laughs> マノンは有利やんな、さすがに。あーまあそうっすね。マノンは有利だと思いますね。うん、あまあ、きついよな。飛ぶしかないような。 そうそうそう。そで、キンバリもまあめっちゃいけるや。んうん。リュはビフリぐらいかな、今回。あ、そうなんすかわかんない。ビフリ、ビュウリ、ビュウリぐらい。ああ、はいはい。うん、ごめん、間違えた。フリっていうのも。あと、剣剣は僕、ゴブなんかなと思って。マジか。俺、ユリはやったわ。ああ、じゃあ、まあユリや。オッケー。いや、わからん。うん。結構、なんか、剣戦得意になってたから。えー、まあまあまあ、そうっすよね。うん。ラシードゴブじゃないラシードは僕ビューリす。あ、ビユーリだよ。あ、じゃあ、こっち置いとくは。うん。ルークもユリかな。 テリーは絶対有利やなそうっすね多分、うん、マジで楽やわええー、で h o は有利をねうんうん。n d はそうっすねぐらいかそうっすねじゃあーえっと樹とかどうなんすか俺ジ樹もうけリどう俺マジでさいや僕分かんないさすあんまりあの対策すればするほど差し合いあんまりわざ届かんし弱風波とか OD 風波見てても前台系が強すぎて うん、風をためられてしまうかつ球がきついって言ってもジャンプするだけで向こう二択になるやんかそうっすねジュリガーがでーやってればやってるほど俺結構苦手になっちゃって SFL だと見てるとすごい消極的というか確かに技があんまりもういやそうあれ多分練習の段階で嫌なことされすぎてもうなんか意味わかなくなっちゃっててうん、うん そんな印象でしたねうん俺が多分手出さなさすぎたなあれはそういう感じなんややっぱやると歩きパンとかやっても相性悪くてビビっちゃうしみたいな感じになっちゃっててモケとかどういう風にやってんのやろうなって思っていや僕ねなんならちょっと苦手なぐらいやからあーほんまにでもそれはそもそも対策してないからうん俺対策して、まあ、ワンチャンビフリまであるぐらいきついなって思っちゃって、えー、出ちゃったね立ち中継差し返しとか結構考えてて立ち台パンと前台 パンに立ち中継がかなり相性よくて、まあ、5分ぐらいじゃ置いとくわとりあえずいや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 とりあえず5分置こう <laughs> とりあえず孫さんはジュリビー美って言ってたらしいっすよあやっぱそうやんないややんなやんなやんな俺きついと思うねほんまにじゃあこうしていいいいじゃないですか <laughs> いや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 それは双方がそういうんだったらうんいやい調べたら調べるほどマジできつかったなんか残念やなジュリーすらいけないのあっ5分って言ってたっぽいっすねじゃあ5分にしよっか <laughs> いや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  こそこはビフリ置いとくああでも怒られそうやからやっぱ5分にするわ <laughs> <laughs> いやだったらこのコリを作ることしたいごめんじゃビフレおくれ <laughs> もうもうもういいんじゃないですかはいえジェイミーキツまでいく俺いや僕追記をしちゃうけどなお酒飲まれたらきついんやんな、うん、2杯飲まれたら本当にきついね まあそれは間違いないけどいやおん、えー、ねこの前ナルオさんとやったら僕も全然つまされちゃいましたねランクまでやった時にあマジでナルオさんはうまいあのチュンリー戦あの人はうまいっすあそうなんやちなみに俺もウリオさんに負けてんねんけどいやもういやフリやん不利でいいやんあのわざ差し返されへんしそうでしょううんやることないなとは思うけどビフリでいいと思いますね、まあ、じゃあビフリー置いとこうエド 江戸はきついよねうんきついっていう思ってますでも江戸側はチュンリー結構嫌らしいんですよいやそう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 嫌な部分が、まあ、弱玉は分かるね、うん波山衆は攻略でも何でもなくただ荒らしてるだけだからさそうっすねうんあこをあんまり攻略に入れてほしくなくて、うん、確かに結構待てる、うん、チュンリー側もう待てるから分、うん、かるんですけどね分かるわかるっちゃ分かるけどこれもやっぱチュンリーの得意な距離に対して江戸の 行動どうするのってで飛びとかもやっぱりチュンリーふわっとしてるからさ荒らされへんやだから仕方なく波山集やるんやけどザン、まあ、もそれだけ見といたら結構刈られるやろうしで俺は江戸はきついんちゃうかなとは思っててんけどんかレシャーとかもゴブって言ってたしな最初ちょっときついかもって思うって印象でずっとレシャーはいたんすけど、うん、最後の方はなんかやっぱいけるかもみたいな風に傾いてはいたけどあほんま でもちょっと分かんないな結局今がどうなのか立ち回り自体仮に五ブ屋としてもさ運び能力だったり画面端の期待値だったりとかいろいろ考えると江戸じゃないって思うそうっすねうん不利でいいかな不利でダルシム不利うん<え>そうっすねドリルキックになんもないとか詰められたらやばい要素はやっぱりあるからそうやなフロートもきついしついそう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 うん運芸ラッシュ対空とか こっちがリスクある行動しないといけないっていうのがそうっすねかなりやばいねリリーはワンチャン五分かなと思っていやも僕も五分五分発生おおおやっぱりそうやんなきついは言い過ぎかなと思ってる今俺もそう思ってたやっぱそうやんな 確かにチュンリーがきついって言ってた時も、うん、でもそのきつい部分って他のキャラも変わんなくねみたいなのがちょっとあったりとかしてそうなんならやっぱりあのリリー側って球がきついからそうそうそう球がきつい、うん、チュンリー結構かみ合ってるしあとあの D リバーサルがチュンリーって長いんやか長いリリーにかなり刺さるなっていうのもあるしで結構まだいける方なんやなって思っちゃったなんならワンチャン有利まであるんかなって思ってたそうっすねそうっすね、うん、思いますもう認識変わったわ 前まで自虐しててごめんなさいって感じやわ。これ一致しますね。いや、結構一致するね。ブランカはちょいきつくないいやー、どう、いや、これは面白い。いや、ブランカ、俺、ちょっと。いや、あのね、わかる。だって、殴りはきついっすからね。いや、そう,そうそうそう。殴りはきついんよ。で、弱気候が機能しない。しない。やってみたら超簡単なんすね、あれ。スラーで抜けんの。そう、弱気候はめっちゃ簡単。 強気口だけにしちゃうぐらいにしてる。強気,気口も結局ブランカ側下がっちゃえばいいから追えないんですよね、うんうん。結局あんまり意味ないよね。意味ないは言い過ぎやけどそこまで試合は動かないよね。で、ブランカ側の発症能力が高すぎる。そうやねんな。 SA2 あれやっぱ尋常じゃないあれは最強。マジで最強。あれマジでやばいあれは。もうだってフェンリッチいつもバードしながらあいつ SA2 あ、確かに。最近ね。うん、もう本当そんな感じっすよね。確かにって思った。別にだってもうそのまま攻めちゃえばね。だね、いやあれね、でも本当はドライブを軽く持った状態で SA2 を発動して、相手どうせ動けないから回復できる。 かね、確かに,確かに行かなくても年技から有利フレーム取れるっていうのがやばすぎるから、うん、そのプレッシャーを使ってドライブゲージを回復できちゃうっていうそうやねブランカじゃあ5分ぐらいってこといやでも分かんないでも僕大会とかでもすげえ負けるしてかブランカすげえ負けるからあ俺もめっちゃ負けるしブラ<や>か勝つ時あるんよな <laughs> の試合でいやだから数やると勝つとかないっすかまあちょい勝ちかな言うてじゃあビビりにします 一応でもなんか勝手にやったらゴブリ置いた方がいいかいやいやでも負けてますじゃあビフリにしよっか <laughs> そんな弱いえー <laughs> <laughs> だって他に控えたキャラもどうせ上に行かないじゃないですかそんな弱いのチュンリー <laughs>